今日の産経新聞が一面トップで石破首相がですね北朝鮮に拉致解決のための連絡事務所を設置する意向を拉致被害者のご家族の皆さん方に伝えたという記事が載っていました記事によるとですね首相は2日午後に拉致被害者のご家族の皆さん方に電話をしてそして今かつて 彼が持論としている連絡事務所の解説について語ってそしてあのそのことを目指すということを説明したと言うんですねこれはまあ産経新聞の一面トップの記事ですけれども多少ニュアンスが違うなという感じが私はしています。でもまあ石破さんでは拉致問題は解決できないという結論は結局同じなんです。でも取材をししててみていろんなことが分かりました 石破さんはまず拉致被害者のご家族の恵さんの弟さんの拓也さんに電話してその次にお母様の早紀江さんに電話をしてその次に有本恵子さんのお父さんの有本昭弘さんに電話をしてそして最後に救う会の会長の西岡さんに連絡をしたそうなんです。でその 拓也さんと石破さんの話の中ではです、ねまあ、これはおのおのととても短い会話だったそうです首相に就任しましたどうぞよろしくというごあご挨拶の会話なんですけども拓也さんがちょっと一言言言わせてほしいということで,です、ね、連絡事務所の解説には私たちは反対ですなぜならそれは解決につながらないからというふうに拓也さんはおっしゃったそうなんです。そそしてその次に石破さんはですね あの、酒井さん、お母様の酒井さんに電話をしたそうです。で、酒井さんのお話によると、石破さんはちょっと変なことを言ったと言うんですね。それは、えー、拉致の被害者の人たちは原発基地のあるところから拉致されたというふうに言ってるんです。まあ、全ての人が原発の基地のあるところから拉致されたわけでもありませんから、一体どういう意味なのかなとちょっとわからないんですけれども、酒井さんはこう言いました。 もう拉致されてから47年経ちますと「10月5日でめぐみちゃんは60歳になります」「もう時間がひらひらともう過ぎていくだけで本当に自分はどうしてよいか分かりません」と言ったそうですそしたら石破総理はですね「頑張ります」と言ってその時にこの連絡事務所のことをちらっと語ったそうなんですね。ででもさんんはははそれはすごくくしししっかかりりたたた語り方ではなくてなてだ言葉に出したという感じだ ったといいう,うに言っていましたで西岡さんによるとなぜそこで総理の方から連絡事務所の話が酒井さんに出たのか拓也さんとの会話では「拓也さんが連絡事務所には反対です」と言ったわけですねでも酒井さんとの会話では総理の方から連絡事務所という言葉がちらっと出たと、まあ、西岡さんはおそらくこれは拓也さんの発言が総理の頭の中にあったからではないかなということを言っていました。さあ 横田早紀さん、もう皆さん方もご存知のようにお年を召しました。88歳です。いろいろあのこの頃、この頃の状況を聞いてみるとですね。88歳になって、お家の中でもお家の外でも。 転ぶことが多くなったんだそうですな。注意をして歩いていてもポトンと転んでしまうということで本当に心配です。そして、10月5日にはめぐみちゃんのお誕生日が来て、めぐみちゃん、さっきも言いましたけども60歳になります。早紀江さんはですね。これまではしげるさん。 お父まあ酒屋さんの旦那さんも生きていて、えー、めぐみちゃんの誕生日になるとバースデーケーキを買ってみんなでお祝いするようにしていたんだけれどもお父さんも亡くなってしまって今今年はもう今自分一人です酒屋さんは自分一人なので本当に小さなケーキを買ってひっそりと自分の心の中でめぐみちゃんの誕生日を祝おうかなというふうに言っていました。江さんと とても心配しているのはもし連絡事務所を開くようなことがあったら北朝鮮というのはいろんなことを仕掛けてくる国で罠をかけてきます嘘もつきます偽の情報なんていうのはへっちゃらですから日本が騙されるのではないかと。日本が騙されるとということは めぐみさん達いらっしゃった人たちが帰ってこない。返してもらえない可能性が大きくなるということで、非常にあの心配をしているんですね。さて、そこでですね。私はですね。うん、と、えー、思い出したのはですね。しばらく前に。 私はプライムニュースで橋池さんと同席しましまた。その時蓮池さんに北朝鮮にいた時拉致された人たちは自分たちの親や兄弟、友達そして日本国民が一生懸命に拉致被害者を取り戻そうとして運動していることを知っていますかと聞きましたら蓮池さんは、まあ、日本のメディアの翻訳を あの命じられていたわけですね。だから、日本の新聞とか雑誌の記事を翻訳していたんですけども、その中で北朝鮮側は拉致に関することは全部こう切り取ってしまって、うん、あの見せてくれないんだそうです。でも、その中に切り取記事は切り取ったけれども、写真が残っているのがあった。それは蓮池さんのお父さんがニューヨークの国連本部に行って拉致の被害を訴えた。その時の写真が写っていた。 それを見て、ああ、親父たちはこうやって、僕たちを救おうとして動いてくれてるんだというので、本当に。嬉しかったというんですね。そこで私は聞いたんです。蓮池さん。そのようなことは、他の。 拉致被害者の方たちめぐみちゃんや有本恵子さんやその他の人たちが共有してるんですかと言ったら「あのそれは自然と日本人の間に伝わっていきます」と言いましたで、言早紀江さんもですねこのことをあのよく知っていて本当にめぐみちゃんが自分たちの親や兄弟や日本人が運動しているということを知っているということを 聞きましたというふうに言いました。だから私は本当にあの嬉しい気持ちになって。 これからも希望を持って絶望しないで、この拉致の運動を続けていくということを言っていましたね。で私たちが諦めたら本当に最後なんですね。さあ、このようなことはご家族の側の気持ちなんですけども、じゃあ総理大臣として石破さんは本当に拉致問題を解決できるのか、私は石破さんではできないというふうにまあ断言いたしました。その理由はですね、今日、<coughs> え所信表明の、 文章を出して初心表明演説をしたわけですけれどもその中に拉致問題解決のためには平壌宣言の精神に立ち戻って解決すると書いてあるんですね平壌宣言というのは小泉純一郎さんと今の金正恩のお父さんの金正日が結んだものでこの平壌宣言には拉致の拉の字も出てこないんです平壌宣言というのは、えー、日本が 朝鮮半島を併合したことを植民地支配と言って非難してですね謝らせてまあ、日本が謝罪をしてるんですねそしてその償いのためにこれから何年にも何十年にもわたって膨大な額の援助をしますということを書いてあるだけそれだけなんですポイントはだからこの平壌宣言の精神に立ち戻って拉致問題を解決するといえばですね この平壌宣言には拉致なんか書いてないわけですからどうやってやるんだと日本が誤って、えー、また補償するだけの話ではないか。まあ 石破さんのサポートした人たちっていうのは日朝国交正常化を早くやりましょうという日朝議連の人たちがほとんどみんな石破陣営に入っているわけですね今回外務大臣になった岩屋さんだってそうですかつて入っていました。でこのような人たちが 平壌宣言を大事に思って拉致問題解決にあたるというのであるならば日本はただ絞り取られるだけ騙されるだけ謝ら謝,謝罪を要求されるだけだというふうに思います石破さんでは拉致は解決しない石破さんでは拉致問題の解決の展望は見えない私は前にもこのように言いましたけれどもそのことをもう一回繰り返したいと思います。それと同時に産経新聞の えー、その一面トップの記事はやっぱりニュアンスがちょっと違う石破さんがそのあのご家族に、ね、連絡事務所を作りましょうと言ったのではないけれども所信表明演説を読めば日朝平壌宣言を重視するというわけですから結論は同じなんです石破さんとしては石破内閣のもとでは拉致の問題の解決は非常に難しい私はこの点で本当に石破さんのことをあの批判したいと思います。そしてもう もう一つ、本当に小さなことなんですけども、これは心の問題なんですね。私、いつもこの拉致拉致をあのの被害者を助けましょう。というこのブルーリボンをつけています。で、この酒屋さんもつけています。で。 石破さんこの頃ブルーリボンをつけているんですでもその前は全然つけていなかった9月12日に自民党の候補者9人が告示されましたその11日1日前に拉致被害者のご家族の皆さん方が記者会見をしてもうこの9人の候補者の皆さん全員拉致問題解決のために心を決めてくださいその印としてこの拉致バブルーリボンをつけてくださいと言ったのが11日。 石破さんは初めて14日からつけ始めましたで、9人の候補者のうちただ1人家族会がこう言ってもつけなかった人がいるそれが河野太郎さんですそして拉致被害者のご家族の皆さん方は立憲民主の人たちにも言いましたどうぞ拉致バッチをつけてそして私たちの娘や息子や兄弟を救ってくださいその印としてバッチつけてくださいと頼んだんですけども拉致あの。 バッジをつけてくれたのは、えー、泉さんだけなんですねその他3人の人方は今もバッチをつけていませんこれがやっぱり日本の自民党そして立憲民主の政治家の概要だということを心に 刻んで,です、ね、私たち国民が絶対拉致のことは忘れない私たち国民が政治家よりも前に立って政治家の背中をどんどん押して拉致問題の解決に持っていくように頑張るその気持ちをさらに強くしたいと思います。